はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、迷宮コイン、集めてるでしょうか？俺も集めてて、そろそろ集め終わる頃なんですよ。で、迷宮コインの入手方法は、大体、街の本棚を漁って入手するじゃないですか。ところが、一つだけ、隠された迷宮コインのレシピがあるんですよ。それがここ。ランドン山脈の山頂です。で、これ条件があって、一度全クリをしなければいけません。全クリをして、ここに来てください。そうすると、二人立ってますよね。話しかけてください。入手することができます。お待ちしておりましたですね。で、アイテムを見つけたので、もらってくださいということです。スキルアップパネル虹。これはものすごく重要ですね。はい。で、そして、レシピ。脅威の黄金巨人です。これがね、隠されたレシピ書ですね。ゴールド版 M です。このレシピを覚えました。はい。では、早速作ってから挑んでみましょう。出た！ゴールドマンマックスです。めちゃくちゃでかいのよ。で、戦うときに注意点があって、まずパーティーは、これが俺間違いないかなと思います。主人公、ダストン、ラグアス、フーラ。この4人固定でいいかなと思います。で、レベルは極力上げてください。俺はもうマックスなんだけども、まあマックスぐらいがちょうどいいのかもしれないね。で、あのね、防御力よりも HP。HP を増やす装備を極力つけてください。うん、防御力よりも HP の方が重要な気がします。で、属性攻撃は確か効かないんだよね。必殺技とかこいつにダメージなかったんで、このギガブレイク。なので、天下無双が無難です。うん、バトマスの天下無双で攻撃していってください。そこそこダメージ与えれます。で、ここでダストンが、必殺技を使えるようにしてください。これがね、めちゃくちゃ重要。これが一番重要かもしれない。ガラクタハンターで、ゴールドマンマックスを転ばせましょう。これじゃないとね、転ばないのよ。これで転ばせると、もう、うん、だいぶいい。で、ゴールドマンマックスは、転倒耐性がものすごく重要なのよ。とにかく転倒するから、それを防がないといけない。なので、杖を装備してやって、これね、キラキラポン。これで、転倒から守ることができるので、この、ゴールドマンマックスが動けない間に全員に、キラキラポーンをかけといてあげる、うん。で、キラキラポーンが切れそうになったら、もうとにかくキラキラポーン。とにかくよ。それを、忘れないようにしてください。まあ、そこまでね、なんだもう、招待が届きました。すいません。で、次、ダストンはバイシオンで主人公の攻撃力を上げてください。ルカにもね、試してみたんだけども、そんなにね、効果ないのよ。うん、一応防御力は下げれるんだけども、そこまでね、ダメージ上がらなかったんで、バイシオンかけてあげた方が俺はいいかなと思います。で、ラグアスとフーラにまだキラキラポーンがついてないので、つけてあげましょう。キラキラポーンはとにかく重要です。もう3回ぐらい言うけどね、キラキラポーンは重要。はい、立ち上がりました。この衝撃波、全体攻撃を2回してきます。で、これに転倒の効果がつくのよ。もうそれが本当に嫌。はい、まあまあ、天下無双でとにかく押しに押していきましょう。はい。で、ダストンでもう一度ガラクタハンターを行きましょう。そう！もうダストンはね、ここでは本当に有能です。で、
回復を入れてあげたいところですけども、ラグアスに、これを入れときたいのよね。こっちだ。千ある風。回復呪文の効果を少し高める。だね。これで、フーラも、回復呪文が、効果が上がるので、いいですね。で、呪文で、ベホマラーで回復。はい。まあ、2段階入れとってあげれば、間違いないですね。で、天下無双を。もうちょっとで黄色になってくるかな。で、呪文のバイシオンですね。はい。これで攻撃力が2段階上がりました。で、攻撃したたびに、一応自分たちのアイコンの、強化の方を見といてください。キラキラポーンが丸いやつだね。丸いやつに、キラキラってしてるやつ。それが切れそうだった時には、上からかけてあげるようにしてください。じゃないとね、ちょっと危なくなるので。で、聖なる風で、回復効果を2倍にします。はい。で、あんまり意味はないんだけども、攻撃してもそんなに入らないので、それはスクルトとかを入れておきます。ほぼ意味ないよ。気休めです。気休めなんですよ。はい。テンション上がりました。こっから攻撃力がガンと上がってきます。でも、HP が400あれば、まあ耐えれます。400あれば耐えれるので、まあ400ぐらいを目指して、攻撃じゃない、防御を上げるようにしてくださいね。ああ、今主人公がキラキラポーンが切れそうですね。はい。で、ダストンでハッスルランス回復。はい。全員回復したね。で、ここでキラキラポーンを、上から重ねていきましょう。主人公が切れそう。で、ラグアスももう切れそうなので、キラキラポーンをかけてあげましょう。もう一気に4人とも切れそうになることとかあるからね。そういう時も注意してください。おお、これはもう仕方がないです。世界中の歯で回復してあげましょう。で、回復効果が2回ついてますので、大丈夫だね。とにかくキラキラポーンを入れて、転ばないようにします。で、こっちの呪文で、全回復だね。はい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 。直接攻撃、一発だけの攻撃は結構避けれるんだけども、今回は運悪く当たってしまいましたね。あれ結構避けれます。で、ダストンキラキラポーンが、あ、切れちゃったね。でも大丈夫です。ハッスルダンスで回復。で、ここでキラキラポーンを入れときましょうか。ダストン。だね。オッケー。間違いない。で、ラグアスも、ここは回復で間違いないですね。キラキラポーンは全員ついてます。本当にキラキラポーンを切らさないように。もう本当それだけ。わお！嫌なやつ！直接攻撃しやがって。やめろ。で、キラキラポーン切れたね。やばいな。まあ、主人公はちょっと我慢してもらって、回復の方にキラキラポーンをしっかりとつけていきましょう。ベホマラ多分転ぶ。大丈夫かな。おお、耐えた。一応戦闘耐性 10% ぐらいはついてるんで、それでうまいこと言ったのかな。ここは、バイシオンがいいかな。いや、安全でハッスルダンスを言っときましょう。で、フーラが主人公にキラキラポーン。あー、キラキラポーン消えそうですね。でも次で入れれば大丈夫。回復。よし、元に戻った。もうだいぶ安心ですね。天下無双。回復したがいいかな。いや、
ここは倍視音を入れておきましょう。結構戦闘は長くなるけどね、とにかく安全に行きましょう。キラキラポーンだな、ここは。お、回復要因のラグラス確実に入れていきます。で、呪文のベホマラ完全回復。やっぱ回復量アップっていうのは神スキルだね。めちゃくちゃいい。 OK、 起点か無双。あー、回復量アップがなんか消えそうな気がするな。危ないかな。でもそこにあえてバイシオンを俺は入れていく。キラキラポーンも入れときましょう。ダストン重要だからね。頼むよ。あー、切れた。回復しきれないけども、まあ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 耐えれるでしょう。あぶねー。オッケー、あと 2,3 ターンで終わるかな。会心が出たらね、もうちょっと早く終わると思うんですけども。オッケー、ハッスルダンス、いいっすね。で、キラキラポーンは全員大丈夫。おお、もう一回来た。こういうのがあるからダストンは嬉しいね。で、キラキラポーン溶けそうですので、クーラーには確実に入れましょう。で、ここラグアスは大丈夫ね、回復しなくて大丈夫そうなので、どこだったっけ、これだ、聖なる祈りを入れときましょう。やばっ、ついてくるね。はい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 、 OK です。あと2ターンぐらいか。よし、ここはハッスルダンス。主人公のキラキラポーンが切れそうだね。キラキラポーンを主人公、で、ベホマラ直接攻撃してくんなよ。来てもいいけど避けろ。 OK、 どうだ、終わるか。まだか。意外としぶとい。まだしぶといんだけどね、しぶと。キラキラポーン入れたがいいな。もう倒せるとは思うんだけどね。キラキラポーン入れときましょう。はいはいはい、 OK、 勝った。ここでフィニッシュいける。天下無双 OK、 来ました。まあ、重要なのはこんな感じです。はい、とにかく HP を上げてなんとかしてください。56手ですね。お金が100万以上入ります。ベストスマイル使えばもうちょっといくだろうけどね。でも使う暇がない。はい。はい、ということで今日は隠しレシピの入手の方法、そして、隠しボスの倒し方やってみました。とにかく強いです。とにかく強い。若干運が絡むこともあるので、まあ、気をつけてやってみてください。とにかく、パーティーはこれです。間違いない。主人公ダストン、ラグアス、フーラ。これで挑戦してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。